しくお願いします。はい、皆さんこんばんは。楽器も持たずにマイクの前に立ってますけども、とりあえず今日来てくれた人には、この応援ブックのプレゼントしたいと思います。はい、どうぞ。いや、まあね、あのお客さんが少なかったら2つに増えるかもしれません。大したもんじゃないですけども、ちょっとね、はい、開けてみよう。ありがとうございます。おー、かわいい。実はですね、島根っこのピックス。おら、それなんで、松江の、なんだ、ヤマハパルス米子楽器社っていうところで作ってるピックで、このピックをですね、まあ、買い求めに広島から来るファンがいるらしいです。まあ、大したもんじゃないんですけども、ギター弾かない人は、なんかどっかに両面テープなどで貼って飾りにしてもらってもいいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、この紙袋はこれにして終わり。本日はですね、本当は4組出るはずだったんですけども、ちょっと南方さんは、風邪をひいて お休みというか、はい、なったので3組で頑張りたいと思います。なので、まあ、ちょっと時間に余裕があるので、余裕のある進行でやっていきたいと思います。はい、では最初に歌を歌わずに、まず軽くアコースティックギターのソロからいきますという感じのギターソロです。幕を開けました。すごい、やればできるから。いやいや、何言ってんの。いや、こう見えておりますね。一応なんですか、ハードロックとかヘビーメタルとかね、うるさいものが好きなんで、早くギターを弾くことだけに命をかけてます。はい、まあ、そんなどうでもいいですね。はい、で、ですね、まず、簡単に自己紹介しますと、私、松江市の生まれ育ちなんですけども、まあ、4年ぐらい前に、まあ、こっちの、大田市の方に来ました。で、英会話の先生でマシューさんっているじゃないですか、ニュージーランド人の。あのマシューさんと一応ですね、シルバーマイ48というユニットを組んでですね、まあ、メンバー、適当に集めてやったりやらなかったりやってるんですけど、僕は実はマシュー先生が忙しいらしいので、私はまあ、一人で活動を始めたところであります。で、そのシルバーマイ48の歌っていうのが実はありまして、まあ、せっかくバンド組んだから、なんかオリジナルで曲作ろうかということで作った曲がありますので、まずそれを聴いてもらいたいと思います。シルバーマイ48。ということで、これがシルバーマイ48のオリジナルソング、シルバーマイ48でした。ですね、まあ、マシュー先生忙しいので、あんまり相手してもらえなくてですね、まあ、こうやってやってるんですけども、今、とりあえず、シルバーマイ48は一応、まあ、こっちの大田の、歌なんですけども、まあ、せっかく、島根の歌ってきたので、次、鳥取の、なんか関係するものということで、この髪型を見れば大体わかるでしょうということで、ゲゲゲの鬼太郎行きたいと思います。ちょっとこれ、ハードロックバージョンのアレンジを本気でやるという、なんか、わけのわからんことやってるんですけども、まあ、聞いてください。ゲゲゲの鬼太郎。すいません、前髪が邪魔で歌詞が見えませんでした。本当はここでですね、お化けに会社も仕事も何もないって言って、止まって羨ましいぜっていうのがある。見事に美味しいところ忘れちゃいました。ということで、次はですね、またまたアニメソングでいきます。何って感じですけども、まあ、せっかく女性陣もおられるので、女子がヒーローの、あのアニメいきます。そうです。キューティーハニーです。皆さん、ハニーフラッシュの準備お願いします。やってよ。やりたいっしょ。ということで、じゃあキューティーハニーいきます。はい、ということで、ブラックパパとキューティーハニーでした。もうね、あの辺からヤジ飛んでますけど、いいんです、そんなことは気にしないで。マイペースすぎる。うん、マイペースです。なんせね、マイペースな B 型のものですから、ね、お客さん巻き込んで、俺多分 U さんとコラボしたら最強の仕組みで言うわけよ。あ、もしお客さんとコラボって何、自分、マジンガー Z とかしたら強いよ、これ。じゃあ、次ね、マジンガー Z とかやります。Z って叫んでください。やるよ。ちょっと歌わしちゃって。マジうまいで。ここに一応ね、あるからね、歌う？
あのね。はい、ということで、なんだかわけのわからないイベント、これは、今日はなんだっけ、アコースティックライブっていう感じじゃないですか。これお金取られるんですよ。お金だよ。こういうのを楽しんで、いけたらいいかなと。いいよ、いいよ。あのね、真面目な歌ばっかりやってるとね、なんかほら、いろんな人と被るんで、ちょっとこういうね、色物的に走ってみました。ということで、また、次アニソンってやると、いや、アニソンはもうやめますんで、はい。次はですね、ド演歌です。聞いてください。森井雅子、ツバメ。ありがとうございます。しのちゃん、やればできるじゃん。一番良かった。そうだろ、そうだろ。こういうののために、わざと、ああ、いうこういう落とし方もある。皆さん、勉強になりましたか？なんかそういうミスはしちゃいけねえとか言うのあっちゃうね。反面教師かな。まあいいです。はい。いや次、あの、ね、今日はちょっとあの本当は出られるだったらランボさんがいないんで、ちょっと長めに、やらせていただいてますけども、ですね。あ、そういや。まあいいや。ね、本当は タイムカウントなので、ここにあのちょっと時計でも置いてやろうかと思いましたけども、まあその必要はないですね。では次。また、アニソンじゃないですよ、真面目な曲をいきたいと思います、まだこの季節じゃないですけども、あと一月ぐらいすると、雪が降るのもなかなか珍しいよねっていう感じになる曲ですね、名残雪聴いてください。え危ない危ない、最近ちょっと目が悪くてですね、ここが読めないんですよ。そんなことどうでもいいですね。はい、老眼鏡を変えておりそうです。はい、吉本が寄りそうだよね。え、吉本に寄りそう。誰か、俺。いや自分のミスを笑いに変える男ですから。はい、はい、じゃあ次が最後の曲になります。で僕の次はこのケアーさんが待っているので、さっさと終わらして、バトンを渡したいと思います。で最後の曲は、出雲弁で言うと涙そげそげっていう曲ですね。違うよね、なんかそうそう。ごめんよ。マジさんが悶絶してる。いや、あのね、上さんがね、笑ってくれてるんだけどね、鴨さんがね、すっごい怖い顔してる。もうね、ここで視線がね、もう嫌だ。じゃあ、ということで、涙そげそげいきます。はい。ありがとうございました。